今日はね、またね、ちょっと、ファンからの温かいお言葉をいただいたんで、ちょっと、コメントをね、またちょっと読んでいこうと思います。汚いとかね、いうコメントあったんだけど、ね、ほんと、語彙力が少ないっすわ、さすが中学生。汚いっていう言葉、一言でしかね、悪口を書けないっていうこのね、ちょっと低能さ、驚きだわな、ガキンチョだわな。こういう性格の悪いガキンチョはよ、な、ほんと、ちょっと、大人がちょっと一発お灸を据えてやらんとわからんよな。ほんと上下関係とか、な。そう。年上に対しては丁寧語で話すってことをしっかりね、中学生であっても学ぶべきだと思うよ、ほんとに。ね。俺がちょっとね、優しい顔しとるが、お前らにビシッと言うことはできんわ。な。俺よりかなりね、俺より10歳ぐらい上の人とね、接するときに対してね、お前とかね、言ったらね、マジで、人間としておしまいっていうのはすごい怒られると思うよ。本当に。30歳、32歳ぐらいの人だったらもう正直言って、お前らからしたらすっげえ年上の人なんだよね。それに対してお前ってありえないから、まず一つ二つ上でもお前はありえないんだよね。ネットだからお前って言ってるわけじゃないんだよ、それはな。ネット、ネチケっていうマナーをしっかり守らないガキンチョ本当多いと思う。ガキンチョってね、本当困るよね、本当。マジで。ネット世界で俺強えみたいに思っとるんだろうと思うけど、別に強くないからね。な、コメントだけで調子乗っとるし。で、そういうやつで大体顔出ししてないもんでさ、な、書きたい放題だわな。顔出ししとったらさ、あんま人の悪口とか言えないからね、正直言って。な、顔出ししてたら悪口言ったらもう、それはもう宣戦布告みたいになっちゃうからね。言えないんだよ。あんまりね。そう。コメントだけでしか生きられねえんだよな、ガキはな、ほんと、しょうもねえ。バカ野郎やな。クズが。